全員揃ったな。鳴神隊長、質問よろしいでしょうか。ユイト、そんなかしこまらなくてもいい。海抜軍は絆を重視するため名前で呼び合う慣例がある。みんな見た目と年齢が釣り合ってないしな。階級だってまあ給料の計算のためについてるようなもんだ。海抜軍が重視するのは強さだけだって覚えておきゃいいのさ。ざっくり言えばそういうことだ。で、質問ってのは？あ、はい。あの、まだ渡るさ、渡るが到着してないようですけど。渡るは我が隊のオペレーターだ。本部から指示をくれる。俺の超能力なら半径500キロ程度を目安にシステムの補助なしでテレパシーを送れるってわけ。とはいえ負担が大きいんでグループに入ってもらうぞ。パーソナルポートを開放してくれ。各班の代表はナギ、ユイト、つぐみとする。それぞれ渡るの誘導を受けて所定のゴールまで向かえ。途中の会議は全て討伐を試みろ。叶わないと判断した場合逃走を許可するが、ゴールにはたどり着けよ。以上だ。了解。じゃあまた後でな。頑張って。何かあったらブレイントークで情報共有してくれよ。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベッドになるぞ。やった、行こう。来い。やっ、くそ。あなたによろしく。さすがスノバブって、痛いし変な感覚だけど一緒に戦ってるんだって実感できるよね。こうじゃ。はっ、この間種まいた鉢から新芽が出てたぜ。かけろ。この調子で行こう。ナイスリカバリーでしょ。一家に一台頼れるかげろう君を今後ともよろしく。そこに使うこともできるの。この能力イケてるよね。さあ、ナイスだね。で、やっ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 、
ってかなりレアものじゃないか。よし、ユイト。さあ次。それにしてもすごい場所だな。町が上にあったり下にあったり、子供の頃に行った遊園地の VR みたい。そこはもともと渡月への中継拠点だった衛星都市だ。もっとも5年ぐらい前に怪異の襲撃で都市機能が麻痺しちまってな。この有様だよ。渡月って渡月橋の拠点の町のことですよね。ちょっとカルトっぽい。おっと、カルトなんて言っていいのかな。カゲロウはもともと渡月橋の伝道者で神職だったんだぜ。え、あの人が神職？おーい、聞こえてるぞ。生徒招待のグループトーク使ってるの忘れんなよ。ごめんなさい。まあしゃあないわな、気にするなよ。親が信者だったから自然と神職になっただけで、教えには全く興味ねえし。今じゃ菊池場がそんな風になっちまって、教団から周防に来る人間もあんまり見かけなくなったけどな。何ですかあのドローンは。くそ、ジャミングしといたのにもうバレた。隊長、カラスです。もう嗅ぎつけてきたか。気をつけろよみんな。カラス？マスコミ？みんな、カラスが大々的に取り上げてくれるぞ。テンション上げていこうぜ。空にある街のビジョン、投影装置の故障かな。綺麗だけど、なんだか怖いね。ああ、なんていうか、圧倒されるな。神職って何をするの？おや、アービちゃんは俺に興味ない。うん、全く。
単純に疑問を口にしただけ。つれないね。まあ、至らに教えを広めるだけさ。死した魂は月へ帰ろうってね。超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。ルカ頼め。
消えてるな。まだ隊員はそこにいるぞ。殺を使えば楽に探せるはずだ。時から使ってるけど、たまに不安にならない？ブレイントーク、頭の中で考えてる本音まで相手に伝わっちゃうんじゃないかって。大丈夫だろ、テレパシーとは違うんだし。ちなみに俺にも他人の考えてることまでは読み取れないからな。安心していいぜ。協力してくれ。倒れたぞ、一気に攻めるんだ。それ俺がやる。やったか。一番乗りはユイト班だな。やったね、ユイト。ああ、でもなんか変な音がしないか。ユイト、ナイスだ。近くに怪異の反応がある。いや、待て、こいつは重大怪異だ。隊長、すぐに目的地点に重大怪異出現。重大怪異って、過去に怪罰軍を殺してる怪異よね。大将、他の班がたどり着くにはもう数分かかる。神殿には厳しい相手だが、持ちこたえろ。来るぞ、ユイト、花火。やるしかないな。行くぞ、花火。オッケー、やろう、ユイト。ルカ、頼む。お願い、ユイト。こいつ確かに手強そうだぞ、ハラミ。そうだね、工夫して戦わないと。お、上見て、何かの資材がぶら下がってる。ユイトの念力でドーンってあいつに落としちゃおうよ。なんだ。油で体が重いな。
無事か？お前ら巻き込まれたくなけりゃ離れてろ。怪を倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか？自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオン君7頭の瀬戸鳴上隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ上等兵の戦いぶりは？ユイとも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのは、やはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか？さあ、そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな祈祷するぞ。巣王に戻るまでが任務だからな、気を抜くなよ。了解。